ようこそ AZ ライフスタイルへ。本日はアリゾナ州州都フェニックス市の南にあるチャンドラー市、そこのチャンドラーファッションセンターというショッピングモールに早朝行ってみたという動画を上げています。初めてのナレーションに挑戦しています。朝6時ぐらいの撮影です。まだオープン前ということで閑散としています。これはホテルでしょうか。のどかな感じで、おや、豚がいました。なぜか豚の銅像がありました。ここは入り口の一つですね。駐車場もガラガラでした。それでは奥の方に行ってみましょう。誰一人いません。それではもっと奥に行ってみましょう。正面にスターバックスがありますね。あ、少しは車が止まってましたね。それでは戻って正面入り口に向かいます。ここのスターバックス閉鎖中でした。ここに車を乗り付けてピックアップとかできますね。ちょっとうろうろしてます。どっちに行こうかと迷ってました。とりあえず中を覗いてみようということで正面入り口に向かっています。誰もいません。はい、こちらは入り口の方に戻ってきて、駐車場があって映画館がありますね。
ということで、本日はこの辺でおしまいです。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。それではまた。